はい、おはようございます。おはようございます。はい、早朝このテンションで始まるということは、アイスダンスマニアの部屋へようこそです。皆さん、いやー、もういいカップル見つけたの 聞いてほしい。チェコのムラスコバ・ムラスーク、多分ね、ちょっとまだ全然日本語読みとかもよくわからないカップルなんだけど、ちょっとさ、ちょっと何日か前にたまたま上がってきてたフリーダンスのやつを見たんですよ。白鳥の湖。あれやばいよ、みんな見て。本当に。やばーと思って。もうこれぞ私が見たかったアイスダンス、これですよみたいな感じのやつだった。もうまさに音楽表現といい。なんかもうアイスダンスらしいアイスダンス見せてくれるカップルがついに現れましたね、みたいな。でもちょっとね、2人のジュニア上がりらしいよ。調べてたら。ジュニア上がりで今年シニア初シーズンなんじゃないかな、多分。去年とかはジュニアグランプリファイナルとか出てたから、出てるの。ちょっとちらっと今ね、まだ調べてて、全部は調べきってないから、もう、ちょっと見ますよ。まずあの衣装が素敵じゃない。そう。でさ、もうさ、最近さ、今この話何回もしてるけどさ、2022年のカナダ応援、世界選手権カナダ応援の頃から、もう衣装がさ、もうあれなんですよ。もうリフトとかさ、スライディングとかさ、いろいろ技術的に今やらなきゃいけないことが増えたじゃないですか。あれ、ダンススピンも、ダブダンススピンもそうだし。だから、すごいスカート丈が短くなって、で、みんな同じように長くても、例えば片側、左側に必ずスリットが入ってるっていうモントリオールチームね。お前、モントリオール応援するか、どっちだよ、どっちだよ、しないか、どっちだよ、発言しますけど、今。そうそう、サラーチがモントリオールなの喜んだんじゃないんかいみたいな。いや、でもずっと思ってたのよ。もう衣装つまんねえなみたいな。まあ多分あれだよね、パパ自然の衣装問題が、あれ、何オリンピックだったっけな、ピョンチャンの時に怒ったから、そっからもうずっとモントリオールはもう衣装にすげえド敏感になってるから、もうワンシーズン通して練習からもずっと同じ衣装で、衣装変えないっていうのが通常になってるんだけど、いやー、の中でですよ、彼らのね、白鳥の湖の衣装と雰囲気の作り方と素晴らしい。そして、ちょっとだけタンゴとかの、去年のやつかな？見たんだけど、タンゴ、フラメンコか。それもスカート丈が長くて、いやー、こう面白いことするカップルだなと思って。もう、ちょっと先が楽しみですよ。あ、そうだ。ごめん、こんなに喋った後に、カナダのマスクの話は最後にしますから、皆さん、少々お待ちあれ。そうなのよ。でも、面白いことするカップルが現れたと思って、で、いや、サラーズのこともあるし、サラーズまだジュニアだし、今から上がってくるでしょ？たださ、ふと私は思ったんですよ。あ、みたいな。これはまた新しいシーズン、私の中のね。誰もお前の中の聞いてないと思うけど。いや、マキシム、だから、グリシク・プラトフからマキシムたちを追いかけたところがアイスダンスは私の第一シーズンで、カナダ推しになって再び、世界中追っかけるっていうのが、追っかけ始めるっていうのが、私のアイスダンス第2シーズンで、これはアイスダンス第3シーズンが始まったんじゃないですかって思った。ソラーツという推しがありながら、またそのライバルになるチームもすごい面白そうなチームがいっぱい出てきてるし、そう、見応えあるよね。これまだ解説ちょっと有料の方でインスタグラムでは撮ってないんですけど、あれですよ、イスラエル、大阪の時のジュニアグランプリの大阪に出てたイスラエルのチームもすごいいいチームで、彼女のね、演技に入っていく力とかすごいなと。彼女すごい、普段はキャハーっていう 子供みたいなキャラクターなんですよね。
なのに演技に入った瞬間目つきが全く変わって、この演技に入っていく力とか彼女は本当すごいなと思ったので、面白いね。カップルがたくさん出てきててね、ちょっとこれは私は自分の中での第三シーズン幕開けだなっていうのを感じがしております。どこまで行くんだろうね第三シーズンと思う。第一シーズンの時はだってあのアルベナ・マキシムですら、長野とかソルトレイクの時の、うん、なんだろうな、ソルトレイクはまあちょっと見たか、でも長野の時のとかはアイスダンス の何出てるからね、長野オリンピックも彼らは見たけど全然なんかいいなと思わなかったんだよねその時は。でもこうだからさ、ジュニアから追っかけるっていうのがさ、どれだけすごいことなのかって感じだよね私は。でこう今から上がっていくところを全部見れるわけでしょ。怖いね、怖いことが始まったねみんな。はい、しっかりとレポート今からね、このなんか残っていくからね、レポートしていきたいと思います。はい、なのでちょっと、2人の白鳥の湖貼り付けといて、うん、とくので見てください。あ、そうそう、それでシニアのアイスダンスの全体の話をねしていくと、まずは、リズムダンスがちょっと80年代になったから、こうフリーはさっきのね2人もそうだけどクラシック系がめちゃくちゃ増えてます。でまだ今から、お披露目するカップルとかもいると思うので、まだフリー場でフリーお披露目してないところとかもたくさんあるから楽しみだなと思いました。今年すごく白鳥の湖が以外にもそう、イタリアのカップル、はい、まだ忘れてるよ名前忘れるんだよ、はい、世界2番目それは覚えてる見たら思い出すんだけどねとかもそうだし、はい、ロバレバタチですね、フランスのロバレバタチもそうですね、もうクラシック系だったし、クラシック系の、フリーダンスすごい増えてるなと思ったんで面白いなと思いました。あとね80年代のリズムダンス一体どうなんだろうと思ってたんです。でもこのシーズンが始まってみたらいざね、そしたらなんか聞いたことがおばちゃん聞いたことがある曲ばっかりが流れるわけですよ。だからさ懐かしくてさ、もうこれ聞いたことある、これを聞いたことあるみたいな。だからあ、それでちょっと見る気見あなんだろうな、アイスダンスそんな興味ない人でも見る気になるのかなと思ったら、ある意味 ISU の戦略は当たってるんじゃないかなと思った。今年モントリオールだし世界選手権が、今アメリカカナダがすごいフィギュア離れがしてるから集客が大変だっていうのは去年アメリカ行った時に現地の人から聞いたので、あ、そうだよなって思った時に、なんかやっぱ観客呼ぶためには80年代っていうのはありなんじゃないかなっていうのは、曲を聴いてみんなが踊ってるの見て思いました。アメリカ人とかカナダ人わかんないけど、ここのねで妙齢な私ぐらいの人がまた見てるわけじゃないですか。だったらなんか懐かしくてちょっとリンク行ってみようとかっていう気になるのかなと思ったので、なんか気持ちはわかるなと思いました。なのでちょっと今シーズンは何なんかこう来年がオリンピックだし、今シーズンちょっとねカナダもやめたし、なんかちょっとなんだろうな、歯抜けなシーズンというかなんか今年1年って思ってたけど、ちょっと意外と今年1年面白いぞって今なってます、はい、今年1年意外と面白いこのシーズンになるんじゃないかなって、その音楽的にもそうだし、フリーダンスがどうなるのかもそうだし、あとはねジュニアで応援したいカップルとかも出てきてるし、だからなんかもう私にとっては結構面白いシーズンになるんじゃないかなって今思ってます、はい、でそして最後に、はい、もう10分になるからその台の、マスクですね、マスク、はい、マスク の, 2画面動画、2画面で開けてるくれてる人がいたから、それをちょっと見比べてからの感想動画、はい、あとなんか変わったところですね、ちょっと話していきたいんですけど、
まずはね、上半身の表現力が全く違いますね。2020年と23年。で、そもそもは、アイスダンスってこれね、他のなんか動画でも言ったと思うんだけど、足元が土台であり、足元が、料理で言ったら足元は土台ができてるってことは、素材がいいかどうかで、上半身は味付けの部分なんですよね。だからその上半身の味付けの部分ができるほど足元がしっかりしたっていうことの表れだなと思って、すごい上半身の表現力が2人とも全然変わってきてるなっていうのを感じた。あとはユニゾーン。ユニゾーンはやっぱりあのフリーレッグ、軸足の近さとフリーレッグだっていう話は前からしてるけど、特にフィンステップですね、パターンダンスシークエンスのフィンステップのところでの足のあの揃い具合が全く違いますね。タイミングですね。タイミングもめちゃくちゃ合ってきてるので、まあ、これがやっぱり3年間滑った成果なんじゃないかなっていうのを、あの2人でね、滑った成果なんじゃないかなっていうのはあの感じられましたね。で、あと音楽表現ですね。まあ、アイスダンスにと言えば音楽表現のスポーツだってずっと言ってますけどね。本当に音楽表現は素晴らしかったですよね。なんか、1年目のね、20年の時から、そう、また切れた。そう、アイスダンスの話し始めたら切れる。そうなんですよ。1年目のね、20年の時から結構音楽表現という意味では2人ともすごいできてる方だなって思ってたんですけど、やっぱりこの3年間ですごくあの変わったとこ、変わったっていうか伸びたところですよね、そこが一番。だからオペラ座の最後のあのフリーダンスを表現できるまでほどの表現力がついたっていうのは、音楽表現の力がついてたっていうことが、やっぱりその2020年と23年のこう比べてみたらよくわかるんじゃなだなって、よくわかるんじゃないかなと思います。で、そして最も違うことですよ。ここで私は2人のね、3年間がそこに出たと思ったんですけど、はい、皆さん何でしょう。かなちゃんの最後のフィニッシュポーズです。かなちゃんがね、最後フィニッシュポーズ、20年の時は足ついてるんだけど、23の時足上げてるんですよね。やっぱりそれが大ちゃんへの信頼とか、もう体を預けられるとか、もちろんなんか足の怪我がうんぬんとかっていう話もあるかもしれないけど、やっぱそこが一番違うんじゃないかなっていうのを思いました。なんかあのなんかもうやっぱりそのなんか20年の時はそこまでの信頼関係がなかったから、あそこまでのこう思いっきりこう預けてバッてやらないとあのポーズ取れないからねって考えたら、それだけ大ちゃんがやっぱりこう、それまあね、それこそフィンステップのパターンステップのところでも分かるけど、すごくねどっしり構えてて、あのリードが上手くなってたなっていうのも思うし、なんかあの最後のあのポーズでがなんかやっぱ2人の信頼関係を最も表してる2020年と2023年の違いなんじゃないかなと思って、ああここかみたいな、そしてやめるのかみたいなでもなんかね、それは言ってもしょうがないから全然あれなんですけどと思って、まあなんか良かったですね。まただからこのままちょっとタンゴとかも2人が滑りたいって言ってるから、新しいプログラムもはい、楽しみにしたいなと思います。ちょっと人が来たから一旦切るよ。はい、そうそうそう、フィニッシュポーズがね一番違ったんじゃないかなって思います。そしてですね、なんか最近さ、アイスダンスの動画めっちゃ見てたら、なんかね急に出てきた藤井聡太くんが大ちゃんについて語っているところがからの動画が出てきたので、それもちょっと貼り付けときますので、もし見てない方が いらっしゃったら見てください。結構いいこと言ってくれてるから、すごい聡太くんがラテンだね、去年ラテンだったから、ラテンのアイスダンスのラテンについて、そう2人がどうかっていうことを語ってくれてるのと、でそうね、なんで今更これ見つけたんだろうって、前見てた時は全然これ出てこなかったのになと思って、ちょっと面白いなと思いましたので、ちょっと貼り付けとくので見てください、まだ見てない方はね。あとはさっきの白鳥の湖とは貼り付けときますね。はい、でジュニアのフリーダンスは、あそうそう、ジュニアのフリーダンスの解説はもういろいろなインスタの方では上げたの、アップしたので、はい、それをちょっと
解説見られてない方は見てくださいっていうのと、あとじゃあなのでマスクもね、音楽付きで、あの画像付きでまた解説動画アップしたいと思います。で次はですね、あのね、ちょっとさ、友野くんと鍵山くんの話をしたい急にシングルスていうかチャンピオンシリーズ始まってるから、ちょっとチャンピオンシリーズ全体の話をしようかなと思っておりますので、皆さんお楽しみにです。ということでですね、なんかいい感じに、今期はあの、なんだろうな、フラットにそう追いかけられそうだなと思って、来週あのキンキフィギュアなので、キンキフィギュアスケート見に行くので、あの織田信成くんもね久しぶりに見たいなと思って、さああんなに大ちゃんの復帰を見なーってなってたのに、さあなんかノブくん頑張ってるのにちょっとかわいそうじゃん、なんか今年はもうちょっと上げてくれるんじゃないかなって思ってるので、ちょっとあとね、そう思って、あそういえば友野くんも出るんだなと思って、キンキフィギュアと思って友野くん見てたのよ、すごいいい演技だったから、あと鍵山くんとちょっとその話もね、鍵山くんカロリーナがポストナーがコーチついてたりとかして、ちょっと面白い変化がいろいろあるので、ダンスシークエンスの話もちょっとしたいかなと思っております。ということでこの辺で今日のアイスダンスマニアの部屋へようこそは終わっていきたいと思いますよ。はい、それではですね、またお会いしましょう、バイバイ。あそうだ、あの昨日の YouTube ショッピングは完売リストに載ってないものはまだ商品ありますので、はい、気になるものがあってる方は完売リストと照らし合わせていただいてですね、はい、また、ご注文いただければと思いますので、それではまたお会いしましょう、バイバーイ、 See you